おはようございます。オーシャンのしげです。今日はですね、ちょっとよい、今見えたのは配送しているカヤックですね。そのカヤックの配送所、自分の車にマイカヤックを今日は乗せていけないので、今日はね、普通の釣りって言ったらなんか言い方聞こえが悪い。今日はもう朝マス目だけ、狙いはね、青物。じゃ行ってきます。家に来ました。ちょっとね、いろいろどこに行こうか考えたんですけどね、3連休になるのかな、土日月の3連休で、今日がそのど真ん中っていうことでね、普通のポイントに行っても先行者はいると思うんですよ。で、現にここもね、もう先行者がいて、もうね、あのポイントに行ってるのかな、もうまだ暗いけど。けど、ここまではね、僕も想定内です。想定しておりました。ここからがね、おそらく、こっちには行かないだろうっていう、ポイントにね、今から行こうと思います。もうポイントのすぐ目の前です。よいと。潮が引いてたらここはね、そのまま濡れずに行けるんですけども、潮が引いてない今は濡れていくことになります。ここまではね、楽ですね。比較的、よいしょ、楽に行けます。問題はここからですね。よいと。はい、そうなんです。こっからなんです。泳がないといけないんです。よいしょ。よいしょ。ということで渡りきれました。よいしょ。頭とリール、ロッド濡れず、仕掛けも濡れず、よし。
じゃあ頑張っていきます。出方が相当派手だったんでね、これはええサイズ来たと思って興奮したんだけど、まあキロぐらいの、レギュラーサイズのやつでした。いやいや、でもね、嬉しい嬉しい。やっぱり魚は来てくれんとね。いやー、ありがとうありがとう。よいしょ、よいしょ。あ、どうもお疲れ様でした。まあちょっとね、朝まずめ頑張ってみたんですけど、1本だけでした。まあね、ワンチャンスしかなかったのをね、ものにできたのはまあ良かったかなとは思いますけども、またね、青物は狙いたいなと思います。じゃあ、ありがとうございました。バイバイ。